お疲れちゃんです。ロットです。今回使うデッキはですね、まあ、こちらですね。はい。というわけで、まあ、2.9、まあ、スケバレ枯渇みたいな感じのやつですね。で、めちゃくちゃ、まあ、高回転、プラス、まあ、大型スペル、まあ、中型スペルがないっていうのが、まあ、特徴のあるデッキなんですけど、なんだろうな、基本的に、まあ、インフェは、まあ、大型にしか使わないんで、とか、まあ、ラムライダーとか、ホグとか来たら、まあ、置くときも、まあ、それは場面場面あるんですけど、基本的に、ここの、まあ、アイゴレとか2コス3コス、まあ、しかないんですよね。なんでここでもう無限に回せますね。なんで平均コストが本当にマジで 2.5?2.5 ぐらいか。まあ、2.5 とかで回せて、まあ、困ったらインフェ置いとけばいいんでね。まあ、結構なんだろうな、もう高回転好きにはたまんないデッキだと思います。というわけで、まあ、やっていきたいと思います。で、まあ、ロリババがないんで、フキアとか来られると結構厄介なんですけど、最近吹き入りのデッキも結構なくなってるというか減ってて、まあ、なんだろうな、まあ、生き玉あるし、対空がちょい強めな、対空に強めなデッキかなと思います。はい、で、これでは相手ラバ展開してきたんで、この瞬間に逆再生ますね。こっち攻めて、こっちに、あれですね。よいしょ。防衛させて、これで絶対スペル使うから。え、使わないと落ちる。はい、で、使ったところで、まあ、インフェルノタワーでね、これ、奥位置どこがいいのかな。ちょい分かんないんで、ちょい分かんない。まあ、とりあえずラバ溶かせれたらこれ防衛できるんで、まあ、こんな感じですね。大型だと、まあ、基本的になんか出た瞬間に逆サイ出して、でその間に、まあ、防衛するって言った感じです。はい。なんで、まあ、大型置かれた瞬間にしちゃいけないことがあって、それは置かれたからイーフェルのタワー置いてみたいな感じでいくと良くないですね。置かれた瞬間にやっぱ攻めて、相手にコストを使わせて、コストを使わせた後に、あの、あれをするのがいいですね。インフェルノタワーをズドンと置くのが、やっぱいいんで。あー、ここの無視は嫌だな。ここの無視は痛いですね。痛いな。でもこれ吹き矢で、いや、もう一発なら落とされていいんですよね。いや、もう一発ならいい。まあまあ、許容、許容ですね。で、ここの吹き矢を地味に生かしたい。あー、左側生きてたらキングまでワンチャン狙えましたけども、まあいい、まあいいですね。はい。で、どうしようかな。ここは、ここは、まあコスト溜まるまで待って、相手が多分950側にラバ展開するから、これは攻めますね。さっきも相手ヤナム咲いたんですよね。で、ディガーをこの左端ぐらいに出すと、あ、ファイブボックかな、相手の右側のタワーからの攻撃を受けないんですよね。オッケー、リガーがね。オッケーオッケー。これだと落ちるくね？え？相手甘えとくね？それ。で、これは、あはー、もう、あれです。もう、勝ちなんで。勝ちなんで、削りいきます。さすがに勝ったんで、削りいきます。とか言ってたら、負けるの怖いんで、スケバレの爆破が、はい、ランナーですけど。まあまあまあ、さすがに、さすがに大丈夫だと思います。さすがに。おい、美しい。美しい。相手が早ぶったんだ。まあまあ、でもこれは結構ラバーとかだとすごい相性いいんでね。最近クローンラバーも流行ってるんですけど、まあそれに対しては強いですね。はい。で、あとはですね、めちゃくちゃ、まあなんだろうな、最近のクラロワ界隈あるあるだからこその結構勝率が上がるポイントといいますか、的なのがあるんですけど、まあそれが一つ、まあ待つことっていうのがすごい僕ポイントだと思ってるんですけど、まあ、これは例外なんですけど、このなんだろうな、最近雪玉とロリババの使用率が上がってるんですよね。ってことは、うん、上がってます。はい。で、曲がってるからこそ初手になんかすることなかったら、僕もなんですけど、雪玉いいや咲いちゃえみたいなことがよくやるんですよね。わかりますかね。だから、だからこそこの、まあ、開始直後ですね、開始直後を待つっていうのがすごい僕最近大事だなと思ってて、まあどんなデッキを使うかにもよるんですけど、まあ結構ギャングとか、まあ、ギャングとかコウモリとか、まあなんだろうな、ロリババとか雪玉で処理されてしまうユニットがまあ入ってるデッキですね。例えば最近はロイホグとかかな、まあ、ロイホグバーバリアンのギャングとかのデッキとかだとを使う場合ね、場合なら初めに待つことはすごい大事だと思ってますね。初めに待つことによって、相手がしょっぱな、ああ、することないやって、ロリババとか裂いてくれるんですよ。ロリババとか裂いてくれると、逆にそれがただただ美味しくて、なんだろうな、
ロリババ相手もシンプルになんかロリババって2コスだからいいやって先気味なんですけど、ロリババ裂いたのをカウンターでギャングで防衛してからそのまま、まあ、このできたらスケバレで防衛攻めるとか、相手がロリババ初手で裂いてきたのをなんだろうな、まあ、ギャングとか吹き矢とかからの一気にロイフグつけたり工場つけたりっていうので一気に攻めることができるんですよね。なんで初っ端ロリババ雪玉とか裂きやすいからこそ、まあそこをね結構隙をついていくというか逆に狙うっていうのはすごい大事ですね。自分がもしロリババ持っててもすごい待つのはすごい大事かなと思いますね。まあでも絶対手が裂いてくれるとは限らないんですけどね、さっきの相手みたいに。よいしょ。あ、でもそういうことがあるっていう感じですね。あるんで、あるからこそ、よいしょ、やばい、さてやばい、あるからこそ出だし待つっていうのはすごい大事だと思いますね。いい防衛ですね。てかまあデッキというかこの防衛力がすごい高いですね。アイゴレがあるのがなんか珍しいんですけど、よいしょ。でここジャイ来たらインフェ置く、なるほど。はい、でアイゴレでしっかりターゲット取る。でもインフェの手はいらないっすね。インフェの手はじゃない、間違えた、あれがいらない、ディガーで防衛はいらないかなっていうやつです。いやこれどっち攻めるかだけど、右攻められてるから軽く左プレッシャー与えて、でこれでもう一個ユニット咲かせる、やりゴムね、なるほど。って感じですけど、まあ、このやり合いを繰り返してると、圧倒的に僕の方がサイクル早いんで、これダックプリで多分、内側で来るか。いや、OK。入ってる入ってる !OK。スケバレの爆破も強いんですよね。爆破も火力あるんで、よいしょ。あとこれもう一周回してしまえば勝ちですね。まだ回せるかどうかが結構際問題ありますけど。よいしょ。で、スケバレで攻める、かつ、オッケー、ジャイ、インフェが強いの、インフェが。ジャイ溶ける。オッケー。で、相手はもうディガー警戒してるんで、一回落ち着きますね、丁寧に。中型スペルがないんで、落ち着いて防衛してから、丁寧にですね。スケバレの爆破入れちゃえば。てかもうこれで、これしとけば。オッケー。で、ここで雪玉飛ばして、まあ、絶対入るでしょ、スケバレが入る。勝ち、いえって感じですね。まあまあ、これは、なんだろうな。やっぱ回転早いんで、1回目のスケバレコウモリとかを完全に守られても、すごい2回目でね、2回目で一気に持っていけますね。もうチャ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 って回しちゃえばね。はい、というわけで、さあ、初手待ちます。初手待ちます。これマジで大事です。これそれだけで勝率めちゃくちゃ上がりますね。でここで、ロリババ来たら、まあ、スケバレがね、本田手札とかにあるといいんですけど、まあ、じゃあして、来ませんでしたね。まあ、ロリババとかしてこない間もすごいいるんですけど、もうこれ咲きやすくなってますからね、最近。まあ、吹き矢には咲くか。まあ、これ、アイゴレで蓋して、相手絶対なんかユニット出る。ビビドラ。ビビドラ。なるほど。これ、ロイですね、ロイ。これは雪玉使って、ちょ、早かったかな。まあ、いいや。で、コウモリも使って、ビビドラ防衛かつ、オーブンの、一発二発を受けたい。よし。よし。吹き矢ちょい遅いけど、まあまあですね。まあまあですね。で、エレキがあるから、そう、ちょっと厄介なんですね。エレキが。エレキが厄介なんですね。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、ロイはインフェで防衛できるんで、スケバレ飛ばして、ギャングも飛ばして、ロリババ裂いた。これが入りますね。相手だってビビドラっしょ？うん。オッケー、オッケー、美味しい。いや、これめっちゃ入るんですね、意外と。そんなに入るのっていうレベルで入る。で、ここで2周目ですね。ここの2周目がマジで強いんですよね。これ。相手だって今、ロリババ回んないんですよ。回んなくて、エレキで頑張るしかない。あ、縦線か。縦線エレキか。まあ。いや、回るやんけ、普通に。まあまあまあ。そう。まあ、こういう縦、エレキとかある相手だと防衛されちゃうかもなんですけど、普通になんかそういうのはない相手だと今のでめっちゃ刺さるんですよね。で、今のところに、まあ、ではファイボとかポイズンを裂いて防衛していくと、どん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 サイクルがね、こっちの流れになって、いい感じに持っていくことができますね。というわけで、まあ、とりあえず攻めます。攻めるというか。ああ、ここのカウンターがやばい。ここのカウンターがやばい。ここのカウンター見てわかるやばいやつ。ここでインフェ、逆サイ側で、あと吹き矢でいい感じに防衛します。いやー、強い
強い、もう余裕で完封飛ばします。で多分縦線来るからディガーは一回我慢、遅れて登場。今ロリババ咲いたエレキ、いやエレキもない、入る、おいしいおいしいおいしい、いや待ってやばい、ここのハードカウンターがやばいっすよね。ここさえ止めてしまえばでも勝ちなんで、でも相手も言うほどコストないんで、でこれでコウモリとかも出してあげると回転で勝ちますね。でこのまましかもカウンターになるんで、やばい、これは延命しないといけないですね。でスケバル飛ばして相手絶対ここにロリババ咲くでしょ、はい、ってやつでこのまま追加で多分メガゴ咲いてエレキなんで回んないんですよねこれで、入ってフィニッシュフィニッシュ、オーケー。いやマジで回転が正義かつ、まあ、あと、しょっぱなですね。今回の相手は、全員、ちゃん、なんか違うユニットを裂いてきたんですけど、普通にまあ最近ロリーババ雪玉が流行ってるんで、結構初手に裂いてくること多いんでね、普通にやっぱ初手を待つっていうのは、まあ、デッキによるんですけどね、本当に。まあ、ゴレデッキとかだったら、ギャングとかない、普通のゴレ、ダクネとかだったら別にダクネじゃなくて、ロリーババ裂かれても、何も意味ないっていうのはあるんですけど、まあ、ギャングとか、そういうね、ちょっと細かい系が入ってるデッキだと、まあ、やっぱ初手待つのはすごい大事だと思います。なんで待って待ってロリババ雪玉誘って、そこをね一気にカウンターで持っていくと相手はロリババ、いやスペルないスペルないってなっちゃうね、はい、まあ、そこをうまく使っていくといいかなと思います。というわけで今回は終わりにしたいと思います。なんでよければねこのデッキ使ってみてください、待ってみてください、はい、少しですが待ってみるとまた勝率が上がるかもしれません。というわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。